マリーンワンマリーンワンに登場するロナルド・レーガン大統領とナンシーフ人内部の様子マリーンワンはアメリカ合衆国大統領がアメリカ海兵大機に乗った時に使われるコールサイン通常このマリーンワンというコールサインは大統領が国内の短距離間を移動する時に利用するヘリコプターに対して使われる大統領専用ヘリは大統領が ホワイトハウスとアンドルーズ空軍基地、あるいは別荘であるキャンプデービッドを往復する際に利用されることが多い。一般的に大統領が利用するが、副大統領や閣僚などの移動の際に使われることも多く、副大統領が登場した際のコールサインはマリーン2となる。日々の運用に当たるのはバージニア州クアンティコにあるクアンティコ海兵隊航空施設に拠点を置く。 HMX-1 こと第1、海兵ヘリコプター飛行隊である。本飛行隊は、ナイトホークスの通称でも知られる。専用機として、現在収益しているのは、VH-3D シーキングと VH-60N プレジデントホークである。前者は SH、SH-3 シーキングを、後者は、UH-60 ブラックホークをベースに改造が、 施された派生型である。ヘリコプターゆえに空間的制約はあるものの、これらのヘリコプターは内装が通常のアメリカ海兵隊機とは異なり、衛星電話、ホワイトハウス直通電話など大統領など政府高官が登場する上で必要な装備が取り付けられている。また、VH3D については大統領の紋章が描かれた専用機も存在する。 このヘリコプターが行動するときは一機単独で運用されることは少なくアメリカ海兵隊の武装兵を乗せた複数の予備機と共に利用されることが多いこのように大統領の搭乗機の特定を困難にすることでテロ攻撃によるリスク低減が図られているアメリカ合衆国大統領がヘリコプターによる輸送を受けるようになったのは1957年に 当時のドワイトディー・アイゼンハワー大統領が H-13 を利用したのが最初である。この機体は1958年に H-34 に、さらに1961年に VH-3A へと更新された。その後は20年近く VH-3A が運用された後、1978年に一部の機体が、 改良型である VH3D へ更新された。さらに、約10年後の1989年、残る VH-3A が VH-60N へと更新され、現在の機材体制となった。なお、1976年まで、大統領のヘリコプター輸送は、アメリカ陸軍とアメリカ海兵隊の共同運行管理であったため、 この時期の専用ヘリコプターのコールサイン、名称には、アーミーワンが用いられた。現在の、マリーヌワン1の、コールサイン、名称となるのは、運行管理が、アメリカ海兵隊単独となった1976年、以降である。また、2009年1月20日には、エグゼクティブワンというコールサイン、名称を使用する機会も得ている。このコールサイン、名称は、 同日付で退任したばかりのジョージ・ W ・ブッシュ前、大統領が、アメリカ連邦議会議事堂で行われた、バラク・オバマ新大統領の就任式に出席した後、ローラ夫人と共に、アメリカ連邦議会議事堂を離れ、アンドルーズ空軍基地に移動する際に使われた。後継機となったシコルスキー VH-92、大統領専用ヘリで、特に、VH3D の老朽化に伴い、 マリーンワン用用人輸送ヘリコプター後継機として、ベル、ボーイングの V-22、シコルスキーの S-92、アグスタウェストランドの US-101 の3機種が候補に上がった。2006年2月までに候補は S-92 と US-101 に絞られ、最終的に居住性と安全性で高い評価を受けた US-101 が 後継機に決まった。US-101 は、VH-71 ケストレルとして23機が、納入される予定だった。しかし軍用機をも、大幅に超える、防弾性能や対衝撃性能が、調達要件として追加された上、遅延を繰り返すうちに開発費が当初見込みの倍の112億ドルにも、達したため、2009年5月に計画は一旦、 中止されることが発表された。この計画中止が発表された後になって、VH-71 には、こうした過剰とも取れる、性能要求に加え、キッチンを装備することも予定されていたことが、アメリカが核攻撃を受けている時に、食事を取ろうなどとは決して思わないだろうという、大統領のジョークにより、明らかになった。その後シコルスキーは、 VH-3 のアビオニクスやエンジンローター類を回収する延命案を提案していた。結局2014年5月7日になって大統領専用ヘリコプターの後継機の発注先を検討中だったアメリカ海軍はシコルスキーを選定したと発表した。これを受けてシコルスキーは 開発済みの S-92 をベースに、FAA 認証を受けるための技術開発機2機、運用試験と評価用のシステム実証試作機4機、フライトシミュレータと整備訓練用シミュレータ各1機を2018年までに、納入する。形式名、VH-92 として、最終調達機数は21機の予定。NBC ナイトリーニュース。 調達中止の米大統領専用ヘリ、キッチン付きの予定だったと判明、ロイター通信、2009年8月18日、2012年4月18日閲覧。当然ながら、中長距離を飛行する、大統領専用機 VC-25 にはキッチンが、装備されているが、極めて短距離の輸送を担うだけのヘリコプターに、 キッチンを装備するというのはさすがに常識を逸脱したものだった。月刊 J-WINGS 2014年8月号マリーン1小学館文庫公式サイト2018年3月24日閲覧ありがとうございます。